祈りします。神様、ありがとうございます。私たちを救いしてくださって、その大きなあの裁きの中で助けてくださって、本当にありがとうございます。その術を住みながらすごく大変で難しいんですけども、神様が一緒にしてくださったことについてもいつもありがとうございます。神様の救いをもらえたあの私たちのみんなの兄弟さん姉妹さんたち、もっと神様を愛しながらあの持たれる大事なあの生徒の人たちになるために手伝ってください。今現在あのコロナウイルスでたくさんの難しいを今当たってます。勝手にあの福音をあの伝えることも大変です。神様、その全ての状況をあの面倒見てくださって、早めにその難しさの中で手伝ってくださって、神様の福音をあのよく伝えるように手伝ってください。今回のコロナの知見におかげさまで、私の周りの人たちがその心が帰国になって、神様を探すようにしてくださって、神様の方として戻るようにあの手伝ってください。遠くから一緒に集まってしている信仰の家族たちいらっしゃいます。ただあのオンラインでしか会えられないんですが、その大事な心を神様がご存知してくださって、捕まってくださって、神様がまた再臨してくださる前に一緒にあの大事な功罪を比べるように手伝ってください。今回のコロナのことで難しいのことで、その信仰があのむしろに落ちたり、功罪からあの離れられように、一人もあの離れられないように捕まってください。韓国のたくさんの教会のためにも祈りします。もっともっとあの頑張って立てて、神様と一緒に交際しながら、あの信仰のその役割をちゃんとうまくして、信仰があの信仰があの10万でたくさんの公開の選挙にあの先頭に立つように、いろんなところで神様の福音が伝えて、たくさんの栄光が救われるように私たちを手伝ってください。特別にあの神様がフランスを愛してくださって、パリの教会を建ててくださったので、教会をあの守ってくださって、あの丈夫に守ってくださって、みんなの兄弟さん姉妹さんたちが神様と一緒に大事な功罪を比べながら福音をとうとうに伝えるように手伝ってください。私たちのパリの教会を通じて、たくさんの教会があの教会があの生じるために、パリの教会の家族たち本当に福音の重視になるように、あのその信仰をもっとあの成就してくださって、もっと神様を愛するその心を許してください。今日の時間まだ集まったので、神様の言葉として教えをもらって功罪を比べたいんです。初めから最後まで全てのことを神様の手に任せます。主イエスキリストのお名前で感謝しながらお祈りします。アメン。詩編の三章の言葉を探してみます。今日の一緒にあのちょっと調べてみる言葉は詩編の三章です。詩編の三章の詩編三章の一節から八節の言葉をちょっと長いんですけども一緒に読んでみます。探してみてたらあのちょっとチェックして
詩編三章の一節から八節までの言葉を一緒に読んでみます。主よ、私を苦しめる者はどこまで増えるのでしょうか。多くの者が私に立ち向かい、多くの者が私に言います。仮に神に救いなどあるものかと。主よ、それでもあなたは私の盾、私の栄、私の頭を高く上げてくださる方。主に向かって声を上げれば、聖なる山から答えてくださいます。身を横たえて眠り、私はまだ目覚めます。主が支えていてくださいます。いかに多くの民に包囲されても、決して恐れません。主よ、立ち上がってください。私の神をお救いください。すべての敵の悪を討ち、神に逆らう者を歯をくたえてください。救いは主のもとにあります。あなたの祝福があなたの民の家にありますように。詩編三章の言葉は、これをチェックして、よく行ったり来たりするつもりなので、その詩編の三章の言葉は、ダビデが書いた詩なんです。息子のアプサルムがいて、そのアプサルムが態度を反逆しました。ダビデは老いを取られたし、いつ死ぬか知らない危機にありました。その状況で書いた詩編の三章を書きました。ダビデはまだ知らなかったと思います。自分自身が老いにあった時には、そんなにたくさんの人たちが従いながら忠誠を誓いました。でも今はたくさんのイスラエルの人たちが自分を仲違いにすることを見ました。どの息子のアプサルムが反逆する時に、その心にすごく大きな失望を感じたかもしれないんです。自分が許してくださったその息子が反逆をしました。すごく悔しかったと思います。どれほど心に苦痛が大きかったと思います。たくさんの人たちが旅人の大敵者になりました。それを見る旅人の苦痛は、すごく言葉では表現できないほど苦しかったかもしれないんです。その状況で旅人は人生の無常感を感じたと思います。自分が犯した姦淫罪と殺人人災が思い出したかもしれないし、そして頼る方は本当に神様しかいないっていうことを、もっと切実に悟ったかもしれないんです。詩編三章の言葉は、ダビデが息子のアプサロンを下げて、すごく急に逃げる、そのカーテンで書いた詩なんです。その詩編の三章の一節をまだ読んでみます。主よ、私を苦しめる者はどこまで増えるのでしょうか。多くの者が私に立ち向かい。旅での状態を見てたら、すごくたくさんの大敵がありました。大いに登るまでにもたくさんの長い間に逼迫をもらったし、苦難もありました。で、サウルを中心としてイスラエルの民たちがダビデを向かって退敵したし、王になった後に周りの人たちがダビデを退敵しました。ダビデはすごくたくさんの戦争をして、ダビデは自分の息子まで反逆を当たって、自分の息子のアプサルムに反逆を当たって、イスラエルのたくさんの人たちが旅人に向かっての大敵になりました。その心理の真ん中で住んでるその生徒たちには、たくさんの大敵が生じる可能性が多いなんです。イエスを考えてください。イエスは強制の期間の中で、イエスはたくさんの大敵を会いました。ヨハネによる一章の11節に、
言葉は自分の民のどこへ来たが民は受け入れなかったって書いてあります。イエスは王様だし、自分の民に来てくださったのに、民は受け入れなかったんです。神様の、民っていうイスラエルの人たちはイエスを憎んで逼迫して、さらには十字架で釘を付けにして殺しました。まだ正体の教会の人たちも、特別に人の中でもパウルを考えてみてみましょう。そのパウルは退敵する人たちがすっごく多かったんです。すごく大きな勢いがパウルを退敵しました。その使徒行録の23章を一緒に見てみます。使徒行録の23章です。で、12節です。首都圏五六の23章の12節です。探してたら、私が読みます。夜が明けるとユダヤ人たちは一方を企み、パウルを殺すまでは飲み食いしないという誓いを立てた。そのユダヤ人が匠をつけてパウロを殺すためにしました。すごくパウロを殺し方ので、食べにも食いにもしない使いをした人たちなんです。で、40人ぐらいにが集まってパウロを退敵しました。退敵が生じる時に私たちは考えなければならないことがあります。退敵が生じる原因と理由がはっきりにあるはずなんです。はじめは本当の神様の言葉を私が聞いているか、それを自分の自身を振り返ってみて、聞かない時にこの大敵が生じるかもしれないんです。イスラエルたちが神様に順調でない時に、神様大敵を切ってイスラエルの民たちを苦しくに作りました。シシギの時代もそうだったし、レチョウキの時代もそうでした。それ聞かなかったことが原因で、だから聞かないことを解決こうしてからイスラエルは大敵から外れることができました。そして2番目は、真理の真ん中で立っているから、嘘を言ってる人たちが大敵になる時もあります。エレミアはすごくたくさんの大敵がありました。なぜといえば、そのエレミアは神様の方に立てていたんだから、ただ自分自身だけ神様のメッセージを伝えてたのし、だからたくさんの嘘の預言者たちからたくさんの逼迫と苦難をもらいました。で、真理で苦難をもらったとしてたら、その苦難は最後まで耐えらなければならないことなんです。時期になったら神様がその苦難の中で助けてくださるんです。そして3番目は大敵が生じる原因としては、3番目は懲戒と鍛錬の目的でたくさんの大敵をくださる時もあります。多分詩編の3章は、ウリアを殺したことと、そのウリアの奥さんの犯したその罪で、神様がダビデにその懲戒をくださったかもしれないんです。片方には懲戒もあるかもしれないんですけども、片方にはダビデが神様をもっと頼って、もっと任せて、そんなにして信仰をまだ新しくにするために、神様がその苦難を許してくださったかもしれないんです。そしてイスラエルに祝福をくださるために、大敵が本当に多くになってたら、人生の寂しさ、無常感を感じます。私とつながれている人たちが、私っていう人が、その人間という存在が本当に何もないっていうことを、そんな難しいの強いてに私を手伝ってくださる方は、ただ神様しかいないっていうことを、
人間はすごく弱くて、人間は本当に信頼する存在じゃないっていうことを、それを分かるようになります。でもう詩編の3章に戻ってきます。で、2節です。多くの者が私に言います。彼に神の救いなどあるものか。その周りの人たちが絶望になる言葉をする時もあります。言葉っていうことはすごく微妙なことなんです。で、人を立てることも言葉し、人間をその落ちることも言葉なんです。その人間は言葉にすごく敏感なんです。旅人は苦難の中で立ってたし、そして本当のたくさんの人国たちを攻撃したんですが、旅人はこの周りの国を征服しました。でも旅人は今追い出されて、息子に。それで旅人もしょうがなかったかもしれないんです。そんなに話した理由は、民の心がアプサロムにもう全部傾いて、旅人がまだ王様になる可能性がなるように見えました。結構それで神様の旅人捨てたったってする言葉を旅人が聞きました。で、旅人が逃げる時に本当に悲惨でした。すごく悲惨に、すごく本当に惨めに見えて、すごく急で裸足で逃げました。それでアップサルムが旅人をそれ追いかけていて、見てたらすごく裸足で逃げることを見ました。サムエル記下の15章です。サムエル記下の15章の1節なんです。1節を私が読んでいます。その後、アプサロムは戦車と馬並びに500人の工兵を自分のために整えた。6節なんです。アプサロムは王に最低を求めてやって、黒いイスラエルの人のすべての子のように振る舞い、イスラエルの人々の心を盗み取った。12節です。10節も見ます。生贄を捧げるにあたって、アプサロムは使いを送り、ダビデの拷問である貴老人アップルプールを彼の町の帰路から迎えた。陰謀が固められた夜、アプサロムは元に集まる民は次第に数を増した。で、13節です。イスラエル人の心はアプサロムに移っているという知らせがダビデに届いた。14節です。旅人は自分と共にアルサルムにいる家臣全員に言った。直ちに逃れよう。アプサルムを下げられなくなっていけない。我々が急がなければ、アプサルムがすぐに我々に追いつき、危害に与え、この都を散る気にかけるだろう。と旅人が14節に、今喋ってる言葉をちょっと見てみます。我々が急がなければ、アプソロムがすぐに我々に追いつき、だから旅人は30節みたいにそんなにやりました。旅人は頭を覆い、果たしてオリブ山の坂道を泣きながら登っていた。投降した兵士たちもみんなそれぞれ頭を覆い、泣きながら登っていた。その旅人はその息子のアプサロムの反逆を外して逃げたんですけども、その裸足で逃げました。それで
逃げながら自分の、昔の、罪を考えたかもしれないんです。許すことはできるかもしれないんですけど、必ず懲戒はあるはずなんです。詩編の3章の2節にまた戻ってきて、多くの者が私に言います。彼に神の救いなどあるものか。その状況で旅人がまだ復帰することは誰も考えられなかったかもしれないんです。これ不可能に見えるし、多分旅人を近くに使っている人たちも、その旅人が復帰するのはできないってできないだったと思ったかもしれないんです。アプサルムは旅人の息子なんです。それで傑出した人物なんです。当たり前にアプサルムが老いをつくのが当たり前だったと思ったかもしれないし、旅人には息子に反逆をあったことが一番最悪の状況だったかもしれないんです。で、他の人たちはまあまあなんだけど、他の国とかでもサウルに追いつきながら、そんなに悲しくではなかったんです。でも旅人は自分の体から出るその息子から反逆をあった時に、すごく最悪な状況だったかもしれないんです。そのイエスはの最悪の状態で、これ死ぬことでしょ、それが最悪の状態なんでしょ。でしょ、イエスは最悪の状態から復活されました。旅人の神様は能力の神様なんです。何もないことから何かを生じした絶対者なんです。その神様が私たちの神様っていうことを考えなければならないんです。人間が何だっていうか、それが大切じゃなく、私が神様の肩に立っているか、それがすごく大切なんです。神様の肩で立てていれば、人間の言葉は気にする必要はありません。で、神様の肩に立っている人たちは人の言葉を気にしないんです。なぜといえば、悪魔は周りの人たちをそそのかして、聖徒の心を動いたり揺るがしするようにします。私たちの周りに悪魔があるはずなんです。悪魔はもう必ず救われた人たちを地獄には行けられないようにするんだけど、でも信仰の生活をうまくできないように、邪魔にしたりするんです。だからその悪魔のそそのかすがあるから、人間の言葉を聞かないようにしてください。人間の言葉をするように右を傾けたら、あなたのしもべがあなたを呪いすることを聞くようになるよっていう言葉があります。その旅人は子供時から神様に任せたし、そして神様に任せてたくさんの難しさから救われた、その信仰的な経験がある人なんです。ゴリアテは旅人を眺めて殺すって脅威したし、でも旅人は神様王に神責めを持たれて、ゴリアテと喧嘩して勝ちたし、で、そのサウルは、どんな時はすごく、どんな時は、称賛したり、正体の王様のサウルは、ゆっくり、旅路を見ながら、巧妙に殺すようにしました。それで、あれのに、逃げたら軍隊を連れてきて殺すようにもしたし、でも逆にサウルが殺されるような時があった時には、その時はサウルは旅人を巧妙な言葉で説得して、その難しさから外したりする時もありました。それで、でも逆に悪魔からそそのかしたりしてたら、まだ心変わって旅人を殺すように錯覚教員もしたりしました。
でもいつも神様がその難しさとその死ぬの危ないのところから旅人を助けてくださって、その旅人は信仰の経験がある人なんです。そして周りの国たちとたくさんの戦争もあったし、たくさんの国から交易をもらったりしました。でもその全ての戦争から神様に持たれて勝利しました。王様になるまでにも旅人は人間たちに捨てられた時もあります。でも旅人はその全ての瞬間に神様の手伝いさを受けました。難しかったんです。でも心が苦しくて悲しくではなかったんです。難しかったんですけども、その中で心は悲しくなかったんです。でも王様になった後に、でも息子から反逆を与えました。私たちもたまに信じてる人たちに裏切りを当たったりする時があります。その旅人はその心がすごく下げたかもしれないんです。心が全ての人たちが旅人を捨てたみたいに見えたかもしれないんです。でも旅人はずっと神様に持たれて、私もいつも神様に持たれることがすごく大切なんです。いくら難しい状況にあたっても、神様はいつも私を捕まえさせたり、どんな難しい状況でも私を助けてくださる方なので、人が絶望を感じる中で一番代表なことが言葉なんです。言葉で人間の心を絶望することができます。それで私たちは喋る時にいつも気をつけてやらなければならないんです。私が喋る言葉に聞く人たちがもしかしたら気づいたり、その信仰が神様の前で倒れるか、その心がむしろに行くか、いつも気をつけて喋らなければならないんです。特別に牧師さん、私みたいにない人たちは喋る時にいつも気をつけて気をつけます。でも難しいのが言葉なんです。私がしゃべる言葉が兄弟さん姉妹さんの心を立ててあるか、それをちゃんと考えなければならないんです。そして他の人の言葉を聞くことにも気をつけなければならないんです。神様の言葉と配置する言葉は簡単に受け取らないのがいいです。それが肯定的な言葉としても、すごく配置する神様の言葉について配置する言葉だったら気にしない方がいいです。だからたまにすごいな、褒めたたえる言葉も聞きながら、私がやらなければならないことは神様に栄光なんです。で、神様に栄光をかか神様に栄光を差し上げて、それで終わるのがいいなんです。そして否定的な言葉も神様の言葉と配置になってたら、それは聞かない方がいいんです。で、いろんな種類の否定的な言葉があるんですが、私の子孫がの落ちるその言葉も聞かない方がいいんです。で、神様は私をすごく大切に思い知ってくださるのに、兄弟さん姉妹さん、どうやってそんなに大きな罪を犯すことができますか？で、叱りする言葉を聞いても、本当に私が神様の前で私が犯した罪について悔悟してたら、もう以上の叱りは咎めは私は聞いて、ああ分かりましたねほどで終わればいいんです。それで私たちは人間の言葉をことをすごく慎重に考えて、その言葉が私の心を教魔に使えることもあるし、私の心をすごくなんだっけラクダにする言葉があるから、私たちはそれを考えなければならないんです。それで神様の言葉と配置することは簡単に
受け取らないのがいいです。で、詩編の3章の3節なんです。主よ、それでもあなたは私の盾、私の栄え。で、ダビドは、で、神様から手伝いさをもらえないっていうことを聞いたときに、その心がすごくラクダになって、で、ダビドがアンナに話しました。あなたは私の盾。そんな難しいの中で、誰がダビドを守ってくださるんですか？ただ神様しかいないんです。ダビドは、で、あなたは私の盾って話しました。詩編の校長なんです。詩編の校長の11節12節です。あなたを蔑むとする者はみんな喜び祝い、とこしえに喜び歌います。みんなを愛する者はあなたに守られ、あなたによって喜び誇ります。主よ、あなたは従う人を祝福し、身旨のままに盾となってお守りくださいます。で、神様に下がる人たちはみんな喜んで、神様の守え、神様の、とこしえに喜び歌いますって書いてあります。神、皆を愛する者たちは喜びます。その人たちを正しい人って言います。その正しい人を従う人に祝福し、で、祝福してくださるんだけど、なんか身旨のままに、どんな難しい、どんな大変な困難の中でも神様が守ってくださるっていう意味なんです。その祝福をくださるんです。旅はそのモーセの誓いを読みました。それで神様がアブラームになさったあの言葉もちゃんと覚えたかもしれないんです。で、戦争を終えた後にアブラームが戦争を終えたんでしょ。で、ロートと一緒に捕まったその全ての家族の、この全ての、なんだっけ、財産を探してもらうために、アブラームは家で訓練した人たちを連れて追いついて、戦争して、そこでまだそれを全部財産を全部取り戻しました。でも、それを戦争を終えた後に、その恐れ竿と、なんだっけ、報復交易を感じました。創世記の15章の1節なんです。創世記の15章の1節です。これらのことの後で、神様がそのアブラームに喋ってくださいました。これらのことの後で、主の言葉が幻の中でアブラームに臨んだ。恐れるな、アブラームよ。私はあなたの盾である。あなたの受ける報いは非常に大きいであろう。その恐れてるそのアブラームに神様がおしゃべって、あなたは私のあなた私あなたの盾である。タビドはその申命記の言葉も守っていました。申命記の33章の29節を探してみます。申命記の33章の29節です。イスラエルよ、あなたはいかに幸いなことか。あなたのように主に救われた民があろうか。主はあなたを助けるたって、剣が襲う時のあなたの力、敵はあなたに屈し、あなたは彼らの背を踏みつける。あなたのように主に救われた民があろうか。主はあなたの助けるたって、救われるくださることではなく、
主はあなたを助ける盾、剣が襲う時のあなたの力。それで旅人は、申命記のその言葉も読みました。神様は、盾っていうことを、たくさんの難しさで好景気を当たった時に、その時ずつ神様は旅人の盾になってくださることを旅人は祈りしました。で、詩編の35章の1節なんです。で、3節までです。詩編の35章の1節から3節です。で、一緒に読んでみます。主よ、私と争う者と争い、私と戦う者と戦ってください。大盾と盾を取り、立ち上がって私を助けてください。私に追い迫る者に前に、槍を構えて立ちふさがってください。どうか私の魂に言ってください。お前を救おうと。その三つ口調も旅人の詩なんです。主よ、私と争う者と争い、私と戦う者と戦ってください。それで、大盾と盾取り、立ち上がって私を助けてください。その救われたキリスト人は、その旅人みたいに祈りすることができます。神様、私の盾にしてください。本当に主よ、私を攻撃するなのに、私と戦うあの人たちと神様が戦ってください。私を手伝ってください。救われたキリスト人は、旅人の祈りみたいに私と同じの祈りができます。神様、私を手伝ってください。神様が盾になってくださる人は、その人は本当に恵まれている人なんです。で、まだ詩編の3章の3節に戻ってきます。で、3節です。主よ、それともあなたは私の盾、私の栄え。神様は私の栄えなんです。その旅人は神様がくださるその栄えをよく知ってました。その王様になったその栄え、そしてそのイエスは自分の系譜で神様がこの地に来られることを知ってたんです。だから、その神イエスがこの地に来てくださる、その中路になることを知ってました。で、人たちはその境を公開したんですが、神様がくださったその栄えは、旅人が守ることではなく、神様が守ってくださるんです。旅人は神様のために、主のために苦難を与えました。そして、神様がくださるその栄えを得る人なんです。で、主が苦難もくれて、栄えもくれるんです。栄をもらえるために、私たちは苦難をもらえなければならないんです。ローマの信徒の手紙の8章の17節です。ローマの信徒の手紙の8章の17節です。で、一緒に読んでみます。もし子供であれば相続人でもあります。神の相続人、しかもキリストと共同の相続人です。キリストと共に苦しむなら、共にその栄光をも受けるからです。救われたキリスト人は栄光が約束しておいてます。その栄光に参加するように、神様がその道を教えてくださるんです。その栄光に参加するために、神様が催してくださった、その大切なことがあるんですけれども、それが苦しみなんです。救われたキリスト人は、救われた以来に、万事の
こう、なんだっけ、すごくいい道で歩けられないようになるんじゃなく、救われた以来に私に探してくるその苦難について、びっくりしないように、ああ神様がその苦しさめを追いすぎたら、私にもっと大きな栄光をくれるために、私にそんな苦しみを許してくださったっていうことを認定してたら、もっと慌てられないようになるんです。だから旅人は神様が自分の盾になってくださって、神様が自分にくださるその境を自分が当たり前に守ることを感じました。キリスト人のみんなにも神様は私に栄光だし、私みたいに堕落した罪を許して手伝ってくださったし、永遠に栄光に入られるように許してくださった方が神様なんです。神様は私の栄光を守ってくださるんです。神様と一緒に苦しみを当たったら、神様がくださるその栄光を神様が守ってくださってしまっておいて、神様が戻ってくる時に必ず私に返してくださるんです。だから現在と神様と一緒にもらうその苦しみらを恐れない、その時には恨みもしないでください。神様が私に苦しみをくれた、それを恨みして、それで交代したらダメなんです。いつも私は神様が苦難をくれるんです。でもパウルはいつも喜んで感謝して、なぜなんですか？後でくださるその栄光を眺めながら、喜びなさいっていうのを、その栄光を眺めながら、私に当たったその信仰の戦いを頑張って戦えてください。また詩篇の3章なんです。で、詩篇の3章の3節なんです。主よ、それでもあなたは私の盾、私の栄え、私の頭を高く上げてくださる方なんです。旅人は今大いの場所を三タッチされました。その息子に、さらにすごく高いな栄光の王様の場所から、それここは別子と存在に取り扱うところまで降りてきました。エレベーターを乗って、それをすごくいきなり落ちたことなんです。でも神様はまだ頭をもたげされる方なんです。まだ王位を回復させてくださる方なんです。詩編の27章なんです。で、27章の6節です。27章の6節なんです。村からできの上に頭を高く上げさせてくださる。私は主の幕屋で生贄を捧げ、歓声を上げ、主に向かって賛美の歌を歌う。私の頭が村からできの上に頭を高く上げさせてくださるんです。で、一番偉いな王様の上まで行きました。で、今もすごく偉大な聖として今も立っていっていらっしゃいます。神様はみんなの頭をなんだっけ持ち上がってくださる方なんです。だから私たちが神様に声を上げて、まだ詩編の3章の4節なんです。私が主に向かって声を上げれば、で、旅人はすごくあんまりもたくさんの大敵の前にあります。
で、たくさんの人たちがその落胆する言葉もしたし、その難しの中で言いました。で、神様に手伝いもらえるよって、みんなが否定的な言葉をして、神様は前は旅道そんなに高めてしてくださったのに、今は自分の息子に追いかけて、すごく神様の前で捨てられたいう、そういう人たちが落胆する言葉を聞きました。でも、その難しの中でも、旅人は昔の信仰の経験を覚えました。で、神様の約束を覚えて、その約束を覚えました。そんなにしながら心から勇気を得りました。神様が手伝ってくださって、約束したたくさんの言葉がありました。自分自身にくださったその栄光があったんでしょ。それで本当に神様が旅でね、油を注いでくださったその事実を思い出しました。だから今は主の手伝いさだけ、この猫に切に願いしました。でも、はっきり分かって、神様が手伝ってくださっていることを確実に信じて分かって、声を上げるその祈りには必ず乗り手があります。ヨハネの1の ヨハネの手紙の1の5章の14節です。で、一緒に読んでみます。何事でも神の御心にかなうことを私たちが願うなら、神は聞き入れてくださる。これが神に対する私たちの関心です。私が神様の御心を分かって、神様の御心通りに私が願ったら、神様が聞いてくださるんです。それを分かって、神様の御心を分かって確信するうちに、叶ったら神様は聞いてくださるんです。で、切に祈りして神様の答えを旅人は確信して、その旅人は何が恐れるんですか。本当に天地を創造した神様が自分の自身の祈りを聞いていらっしゃってるっていうこと、そして自分を手伝ってくださって、その栄光を守ってくださって、その頭を上がって持ち上がってくださることを知ってるから、何も怖かったなかったんです。旅人は何も恐れずに、私も神様とつながれてたら、私が祈りする時に神様聞いてくださって、神様のこしゃべる時に私が「アメン」「主よ」本当に動くことができるんだったら、私が祈りする時神様が聞いてくださるって、そんな確信があれば、どんな快適な状況があっても私は恐れられないんです。どんな状況でも、どんな環境でも恐れ怖がる必要はないんです。で、詩編にまた戻ってきます。詩編の116章なんです。で、詩編の116章の1節から2節までです。で、1節から2節まで一緒に読みます。私は主を愛する。主は嘆き祈る声を聞き、私に耳を傾けてくださる。生涯私は主を呼ぼう。で、3節と4節も読んでみます。死の綱が私に絡みつき、黄泉の脅威にさらされ、苦しみと嘆きを前にして、主の御名を私を呼び、どうか主よ、私の魂をお救いください。本当に神様とつながれてたら、私はどんな状況にいても神様に祈りすることができます。で、3節に、死の綱が私に絡みつき、黄泉の脅威にさらされ、で、苦しみと嘆きを前にして、でも神様に祈りすることができます。神様が私の栄光を助けてくださるんです。
で、詩編の145章にも、ヨワは、主は呼ぶ人をすべてに近くいますし、孫と思って呼ぶ人をすべてに近くにいますしって書いてあります。詩編の145章です。神様は、救われて人たちの祈りを聞いてくださるんです。そして、神様が私の祈りを聞いてくださって、私のすべての状況を神様が守ってくださってたら、私の心の中で平安が来るんでしょう。詩編の3章の構成地です。で、詩編の3章の構成地です。一緒に読んでみます。身を横たえて眠りを、私はまだ目覚めます。主が支えていてくださいます。旅人は神様の約束を信じてました。で、旅人は神様に祈りして、神様がその状況を助けてくださることを信じていました。もう旅人の心には祈りの返事をもらいました。そして神様が確実に助けてくださることも知ってました。だから旅人の心の中には平安がありました。だから横たえて眠ることもできたし、神様と一緒に仕事ができました。神様は助けてくださる方なんです。詩編の73章なんです。詩編の73章です。詩編の73章ので、22節から23節目です。私は愚かで知識がなく、あなたに対して獣ように振る舞っていた。あなたが私の右の手を取ってくださるので、常に私は身元にとどまることができる。私みたいに足りなくて弱いないとも、本当に一緒にしてくださって、私の右の手を取ってくださるんです。イザヤ41の15節も、恐れることはない、私はあなたと共にいる神に立ちるこな、私をあなたの神、勢いを与えて、あなたを助け、私の救いの右の手であなたを支えるって、イザヤの41の章に書いてあります。で、神様はこの砦と強いなの力があります。その右の手であなたを支えるって言いました。神様が私を助けてくださるんです。で、神様が救われた人たちをみんな捨てて、亡くなれるように全部助けてくださるんと、詩編の37章も探してみます。詩編の37章も17節です。詩編の37章の17節です。そう、主はご自分に逆らう者の腕を折り、従う人を支えてくださる。で、神様が支えてくださるんです。24節です。24節の言葉を一緒に読んでいます。人は倒れても打ち捨てられるのではない、主がその手をの捉えていてくださる。私たちが生きながら、住みながら、本当にたくさんの困難の中で倒れる時もあります。でも、もう全く倒れられないことは、神様がその難しい時ずつ私を助けてくださるからなんです。私の心がすごく心が落ちられないように、いつも私を手伝ってくださってるんです。もし罪のせいで倒れる時もあります。でも、救われた人たちは罪の中で横たえて、その寝転かすはしないんです。なぜと言うなら、神様が恵みを催してくださって、神様の右の手で支えてくださってるので、救われた人たちは罪の中で倒れてとしてても、心の中でなんか問題が出ても、振り返ってみる、その気持ちがもともとあります。詩編の主は147章にも、主は貧しい人々を励まし、救われたキリスト人をなんか助けてくださってるんです。旅人は確信がありました。詩編の4章に戻ってきます。詩編の4章の8節なんです。私たちの心もそんなにしてほしいです。詩編の4章の8節なんです。
最後の9節一緒に読みます。平和のうちに身を横たえ私は眠ります。主よ、あなただけが確かに私をここに住まわせてくださるのです。神様が守ってくださっている確信した人たちは横に寝ていることができます。ヨシアの8章を見てたら他のなんか兵士たちは別で、ヨシアはそのように巧みの中で寝ましたって書いてあります。ヨシアの8章の9節です。ヨシアは戦争の前の日に寝ました。本当にその戦争の前の日に寝ることができないんじゃないですか。普通は明日はなんか喧嘩戦わなければならないのに、でもヨシアは神様に属したその戦争を神様が手伝って捧げてくださるって信仰があったんだから、戦争の前に寝ることができましたと、ちょっとペドロも考えてみます。刑務所中に捕めました。で、次のペドロを殺すために、でもペドロが刑務所から寝ました。それもすごく深くに寝ました。使徒行伝5の12章です。使徒行伝5の12章の6節なんです。で、6節です。ヘロテがペドロを引き出そうとしていた日の前夜、1節から見ます。その頃、ヘロテ王は教会のある人々に迫害の手を伸ばし、ヨハネの兄弟のヤコブを連れて殺した。そこにヤコブを連れて殺して3節に、そしてユダヤ人がそのことを喜ばれるのを見て、さらにペドロを戻られようとした。で、4節に、で、捕らえて牢に入れ、4人の1組の兵士4組に引き渡して監視させた。すきこし祭の後で民族の前に引き足すつもりであった。だ、ヤコブを剣で殺したらユダヤ人がすごく喜んで、そのユダヤ人の心を得るために、朝だったら最後のその使徒の中で一番いい人、そのイエスのその一番いい人をペドロを捕らえて殺したらいいかなと思って、そのヘロトはペドロを捕らえて牢に入れました。すなわちペドロの運命は牢になります。後節です。こうしてペドロは牢に入れられていた。教会では彼のために熱心な祈りが神に捧げられていた。6節にヘロトがペドロを引き出そうとしていた日の前夜、死の日の前夜なんです。で、ペドロは日本の鎖でつながれ、2人の兵士の間で寝ていた。で、反兵たちは戸口で牢を見張っていた。で、寝ました。明日だったら死ぬするしかない、なんか死刑囚なのに、ペドロは寝ました。で、7節に主の天使がそばに立って、光が牢の中で照らした。天使はペドロの脇腹を続いて起こし、急いで起き上がりなさいと言った。で、本当に深くに寝て、その弟子たちが出てて、ペドロの腹をつついて起こして、で、ペドロは、で、神様が自分を守ってくださるということを信じてました。それでペドロは次に日に死ぬ運命だったんだけど、その牢に入れられてゆっくり寝ました。神経の三丁の23、24節に、横たわる時に恐れることはなく、横たわれば心容易眠りが訪れるって書いてあります。詩編の127丁の2節に、私を愛する者には眠りを与えそうになるのだからって書いてあります。詩編の127章を探してみます。詩編の127章の2節です。朝早く起き、夜遅く休み、少量してパンを食べる人よ、それは虚しいことではないか。主は愛する者に眠りをお与えになるのだから。
で、神様が愛する人たちに、その神様が愛する人たちに、愛するものに、お金もない、眠りをお与えになるのだから、だから私最近夜にちょっと寝られない、私が、神様私が愛してくれないかな、その言葉ではなく、本当にほんまに神様の手伝い祭を受けて、神様の愛を持ってる人たちは、もらってる人たちは、本当に他の心配とか心配を降りて、深くに眠りに落ちるほど心が軽いっていう意味なんです。大切なことは神様と一緒にいるから平安を感じるっていうことなんです。だから神様が私のキリスト人を捕まっていらっしゃってるんです。だから私たちも恐れたりとか怖かったりとかしないように神様が一緒にしてくださるなので、私たちはその全ての難しの中でも平安を感じてほしいです。私たちは恐れられないように詩編の3章のまた戻ってきます。で、6節なんです。で、いかに多くのために包囲されても決して恐れません。で、旅人がそんなにたくさんの難しの中でも、で、神様に祈りして、で、自分の、告白をしました。それで、いかに多くのために包囲されても決して恐れません。旅人がそんなに話したことは、すごくでたらめな勇気じゃないんです。なんかそれはただ腹をくくっていうことじゃなく、旅人は昔に、昔の隠しに経験したその信仰の経験を通して悟って分かったことなんです。そしてもうそのまだ危機の中で入ったんでしょ。で、昔のそのたくさんの難しの中で自分を守ってくださったんだから、今はそんな難しさがまだ当たっても、その中でも神様が自分を守ってくださることを信仰として告白していることなんです。詩編の27章を探してみます。詩編の27章です。で、詩編の27節、1節から3節までです。1節から3節を私が読みながら、ちょっと説明して差し上げます。主は私の光、私の救い、私は誰を恐れよう。主は私の命の砦、私は誰の前におののくことがあろう。主は私の救いなんです。そして、私の命の砦なんです。神様は私を救わせてくださって、私の命になる方なんです。それを明白に分かっていました。で、2節です。それで、苛むものが迫り、私の肉を食い尽くそうとするか、私を苦しめる、その出来こそ書いて、よるめき倒れてある。だ、大敵。で、私の肉を食いために、殺すために来たんだけど、神様の手伝いのおかげさまで、何回も私の大敵が倒れることを見ました。何回も神様はその全てな危機の中で旅人を助けてくださいました。それを経験して、だから3節みたいに一緒に言います。彼らが私に対して陣を敷いても、私の心は恐れない。私に向かって戦いを引導ってきても、私には関心がある、確信がある。いません、軍隊が私を対して陣を敷いても、戦争が起きて私を攻撃してても、私は心は恐れない。で、たくさんの戦争の中で神様は本当に実際に旅人を手伝ってくださったし、旅人はその全てな難しの中で助けてもらいました。旅人はその事実を分かってます。で、今ヨーロッパは戦争なみたいな状況にいます。で、全て恐れたり、目に見えないピルスのせいで、今なんか、でも必ず神様は救われた人たちを必ず手伝ってくださるんです。週5つの時に
エジプトの上司を殺す災いがありました。イスラエルは人たちが別に区別して守ってくださいました。イスラエルたちがいるその地は神様が降りた10回の災いに与えられなかったんです。それで神様は特別にそこは守ってくださいました。で、神様は今も私救われた人たちを全部ご存知していらっしゃいます。守ってくださって約束してくださったし、守ってくださるんです。だったら私たちは神様が守ってくださるから分かって、落ち着いて勝手に行動することより、一部の何だっけ違う教団の中では神様が守るからいいって思って、政府が要請することも無視して、1000人2000人ぐらい集まって、日曜日に集まって礼拝したり、政府でそれだけでは守ってくださいってしたことも全部無視する場合もありました。神様が守っていることをそれじゃないんです。で、神様は救われた人たちを知ってるから神様最後まで守ってくださるんです。でも私たちが気をつけなければならないことは別にあります。今フランスでもなんだっけ歩き回らずに司会できない恐竜を置くことを実際これお願いしてるんです。私は救われたキリスト人として政府のそのお願いを、そんな要請をちゃんと守らなければならないんです。だったら私たちはその地域に、その難しいの時期に何をすればいいですか。私を振り返ってみて、解雇して、もし私に間違ったことがあったか、私を振り返ってみて解雇して、まだ神様とそのつながりを順々に回復して、2番目のことは、その機会を神様くださったその福音のテントの使命の機器として使って、で、ちょっと前に自分の弟をテントして、その弟が救われました。メバのテニスの兄弟さんになりました。そのことが本当に私の個人的にはすごくすごく慰労のことになりました。すごく私にすごく大きな嬉しさで力になりました。その期間の中でもっと祈りして、もっとテントの使命を振り返ってみる時間になってほしいんです。そしてその難しいの月で外で出られないんでしょ。だからこれから神様のために私が何をするか、そんな難しいの期間に懇切に祈りしながら神様に静観する時間になることをお願いします。私を守ってください。私の教会の兄弟さん、姉妹さんを守ってください。神様が守ってくださって、私たちの命を、私の命を少しでも延長してくださったら、神様が許したその生命を神様のためにあんなにするのに、私の全ての能力を使います。で、静観するその時間になってほしいです。特別に私は個人的にそのフランスの子を使うそのところに転倒するその牧師さんになってほしいです。それを考えて、神様が本当に守ってくださって、私の命を守ってくださってたら、神様の前でこのフランス語の転倒のために私の人生を差し上げることを祈りしました。そして、
私のみんながこのコロナウイルスのせいであたったその苦難の中で大事な時間を虚しくに使わないようにしてください。支援の3章にまた戻ってきます。7節です。詩編3章の7節です。主よ、立ち上がってください。私の神をお救いください。すべての敵の悪を打ち、神に逆らう者の歯を砕いてください。で、7節に主よ、立ち上がってください。で、人間が反逆して、で、神様を中に返して、廃却したことを図ります。その時に神様は何もしないように見えるかもしれないんです。でも神様は決して静かにしてたまる方ではないんです。時に達したら高度で見せてくださる方なんです。その時は神様が立ち上がっている時には聖徒を救われてくださって守ってくださるんです。そして逆らう者は歯を砕いてくださるんです。ダビデは昔から今まで神様が一緒にしてくださることを覚えました。その全ての被弾を発して、逆らう者を歯を砕いていくことを経験しました。だから神様がまだおしゃべることを立ち上がることを祈りしました。主を立ち上がってください。神様を立ち上がってくださる時には眠りから覚めた人のように、勇士のようにみたいに立ち上がることが詩編の78節に書いてあります。詩編の76節に、怒りを持って立ち上がり、世界を全知の裁き手として立ち上がり、誇る者は罰してくださいって、詩編の94章にも書いてあります。神様が立ち上がってくださってたら、すべての敵は散らされて、民数記の10章なんです。で、10章の30考節です。民数記の10章の30考節です。で、民数記の10章の30考節です。主の箱が出発するときに、モーセはこう言った。主を立ち上がってください。あなたの敵は散らされ、あなたを憎む者は見舞いから逃げ去りますように。神様が立ち上がってくださってたら、私のこの全ての敵は散らされてくださるんです。まだ詩編の3章の7節に戻ってきます。詩編の3章の7節です。主を立ち上がってください。私の神をお救いください。すべての敵の悪を打ち、神に逆らう者の歯を砕いてください。神様はその敵の悪を打ちって書いてあるんですけども、キング・ジェームスのバージョンの聖書を見てたら、違う聖書には You have broken the teeth of the ungodly って書いてあります。だから Have broken って言って書いてあるんですけども、それは健在の官僚の言葉なんです。だから人生は昔から今まで続けて、そうっていうこと、昔から今までそうっていうことは旅人は知ってました。神様がそんなにしてくださったことが史実だから、ただ私が罪を落としたんですか、落ちたんですか、本当に振り返ったことが史実だから、神様の民のために、私のためにも立ち上がってくださいって祈りました。私たちも、もしそうであっても間違ったことがあるかもしれないんですけども、本当に振り返ってみて悔いした後には、神様、その仕事ことに関与してください、主を立ち上がってくださって、私を手伝ってくださいって祈りすることができます。なぜなんですか？ただ救いは神様にあるものなんです。で、詩編の三十章の八節なんです。救いは主のもとにあります。あなたの祝福があなたの民の上にありますように。
で、救いは神様のものにあります。元にあります。ものすべての救いと勝利が神様の主の元にあります。それ、逆らうものは勝ちように見えるかもしれないんですけども、勝利は神様に入っているものなんです。結局正義が勝ちます。結局神様が勝ちます。で、不正のものの勝利もちょっとの間なんです。詩編の62章を探してみます。詩編の62章の11節から12節までなんです。62章の11節から12節までです。で、一つのことを神は語り、二つのことを私は聞いた。力は神のものであり、慈しみは私の主をあなたものである。どう一人一人にその技に従って、あなたは人間に救いをお与えになると。それも旅人の詩なんですが、旅人は悟って分かったことは、力は神のものであり、で、慈しみを神にあるもの。で、ただ、救われてる神様は、に全部任せて、で、力と慈しみ、救いも神様に入ってるものなので、ただひたすら神様に任せて、まだ3章の8節なんです。救いは主のもとにあります。あなたの祝福があなたの旅の上にありますように。あなたの祝福があなたの旅の上にありますよ。旅では自分の間違いで、主の民が間違っていることを望んでなかったんです。自分が間違って、匠の人たちが良くないことでも悪オタじゃないかな。昔から国の王様が間違って政治をしてたら、この民たちが苦しみをもらうんでしょう。それが旅人がそれを経験しました。自分の間違いでイスラエルたちが苦痛をもらうのを経験しました。でも旅人のその罪もそうなんですけども、イスラエルの罪も結構ありました。確かに迷惑イスラエルたちは、で、神様が、主が旅人を王様としてくださったことを知ってたんです、よく。そして周りの国を征服して神様に大切に使われた人が旅立っていうこともはっきり見てて分かってました。でも旅人の罪が全部割れちゃって、それで旅人が懲戒をもらうことももらいまし見ました。でも、そのアプサロムがその反逆して、その政権を襲って、で、その政権が旅人からそのアプサロムに過ぎていくことを見るから、旅人はイスラエルは移しました。それは信仰を持って行ったことじゃないんです。で、状況を見て判断して自分の場所を晴れて移すことなんです。一の移動なんです。言葉じゃなく、自分の考えのもとをして行動するイスラエルは神様の前で間違っていることなんです。旅人は自分の罪もあったんですが、イスラエルのその間違った行動も知ってました。それで、イスラエルで自分の民じゃなく、あなたの民、主の民って喋りながら、その祝福を降りますように祈りしました。旅人は現状回復してたら、まだあなたの民にそのまま修復してくださいって祈りしました。その王政の地帯の時には、王様と匠の運命は縛られてました。旅人が人口の調査をして犯罪した時に、そのせいでたくさんの人たちが死にました。その経験があって、旅人はそれを知ってました。それで自分自身を回復しておかげで、神様の
民に祝福が望むことを懇切に歌い願っていました。そして自分の地位の回復とイスラエルに下ろされている祝福を旅人は隠しました。で、旅人の回復は主の民の祝福でつながって、それみたいに首都圏公録の16節に書いてあるみたいに、リディアが救われて、その家庭が救われもらえたんでしょう。それピリピンの看守が救われてもらいました。救いをもらいました。パウルは、私がどうやってすれば救いをもらえますかって聞いてみたんでしょ。それでパウルは、主イエスを信じなさい。だったら、あなたと家と家族が救われる。それでピリピの看守とその家庭が救われもらいました。そのリディアとその彼女と彼女の家庭、ピリピとその看守と家庭が救われて、その集まりが始まりました。それヨーロッパに初めの教会のピリピの教会が生まれて、そこから全ヨーロッパが祝福でかぶれました。私を通して神様が計画があります。私が救われて、私を通して他の家族が救われて、だんだんその隣の私が含まれて、その社会に、で、私が生まれたその国に祝福が与えられるようにかぶれるみたいに、今日詩編の3章をちょっと調べてみました。旅人は本当に言葉で表現できない難しいな状況の中で、神様に任せて持たれて、自分の救いを確信して、その祝福をたくさんの民のたちに降りてくださいって、むしろお祈りしました。私たちも本当に難しいの中であるんですが、もっと難しいの中で与えるかもしれないんですけども、神様が守ってくださって、その難しいの中で救われてくださることを信じて、私を通して私の家族と、また違う親戚、違うたくさんの人たちが救われる、そのすごいその機会が挙げてることを考えながら、私の周りにいる人たちのために祈りすることが必要だったと思います。神様、今は神様を退敵する人たちをかわいそうに思ってください。あの人たちを救われてしてください。私も旅が難しいの中でも守ったその信仰を祝福を降りてくださいって祈りしたみたいに、私もその難しいの中で私の信仰を守りながら、周りにいる他の人たちに福音を伝える、そのキリスト人になってほしいです。祈りします。神様、ありがとうございます。主、ありがとうございます。私を救われてくださって、すべての人生の中で一緒に歩いてくださって、すべての苦難の中で助けてくださって、そのたくさんの難しさを活用に手伝ってくださる神様、ありがとうございます。今たくさんの難しさの中でいます。でも神様が、その難しさの中でも救われた私たちを必ず守ってくださることを私は信じています。神様、私が神様をもっと愛して、神様の前でもっと心、その難しさが終わったら、神様の祝福を持ってて、他のたくさんの周りの人たちに福音を伝える私になりたいんです。神様と一緒に歩きながら、神様にもたれながら、神様喜ばれる私になることを手伝ってください。私たちをそのかわいそうに守ってくださって、私を通してたくさんの霊魂の人たちが救われるように手伝ってくださって、私たちを大切に使ってください。主イエス・キリストの感謝しながらお祈りします。アーメン。